原騒動にぶち切れ、エンゼルスの元監督であるジョー・マドン氏、マドン氏は水原氏と大谷選手の関係性について2人はベストフレンドで切り離せない関係と語っている。そして今回の水原氏の問題に対しては、理解できないのはあれだけの高額なお金が動かされたというのが本当なら代理人事務所がなぜ気づかなかったかということと発言。大谷選手の代理人として知られているネズバレロ氏の所属事務所は、大谷選手の経理面は担当してないと思われる。巨額の金額ということもあり、水原氏以外にもお金の動きは把握している人物がいたに違いないとマドン氏は考える。またマドン氏は、本当に素晴らしい関係で、あの関係にギャンブル問題が出てくるなど想像もできなかったと悲しみの発言を明かした。大谷選手と水原氏は日ハム時代から関係性があり、エンゼルス時代は大谷選手の日常から全てを任されるまでになっていた。そんな2人が一緒にいる姿を常に見ていた。